孫は人ではございませんか。顔の綺麗さなど、それがなは一枚。私は良寛様の僧侶を口の中で唱えておりました。たとえ乳子の群れにいるとも、冥利の道を踏むことなく欲の道に戻るなら、いっそ子連れの虎に食べられよう。欲や出世に迷うなら、いっそ子連れの虎の中、いっそ子連れの。どんなに男を喜ばすおなごか知っておらんのじゃ。今からでもかわいい、わしのところへ来てくれ。良寛に惚れたという疑われはまことか。あんな